はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日でね、福袋3日目ということなんですけども、この福袋の特徴はですね、3500円の福袋なんですよ。3500円なんだけども、なんとジョイクロが入ってるね。やっぱ、3500円でしたね。これキャスティングさんで買ってきたんですけども、3500円で、まあジョイクロってね、やっぱ4000円以上するもんですからね。中古で、ね、いい出物に見つかれば、まあ3000円台のありますけども、新品だとね、今でも全然あれは値崩れしないですからね。4000円でマグナムなんかに至ってはもう、まあ、7、8000円しますからね。というわけで、ジョイクロがまあ3500円で買えるんだったら、それだけでこれ買う価値があるんじゃないかなと思って一つ買ってきてみました。というわけで、早速ですね、じゃあ開けていきたいと思います。っていうか、まあ開いてるんですけどね。でも中は見てないんですよ。中は見ないようにしてっていうことで、でジョイクロ以外に何が3500円で入ってるかっていうのも、まあちょっと気になるとこだったんですね。ね、このケースね、なんだっけな、ジャッカルの福袋買った時も入ってましたね。これをどうでしょう、釣り具屋さんは処分したくてしょうがなかったのかな。よくわかんないんですけども、よく入っているこのケースがまず入っておりました。はい、じゃあケースの次はもう、これジョイクロ触っただけでね、あージョイクロだってわかる。ジョイクロはちょっと置いておいて、これは俺は嬉しいやつだな。レインズスワンプジュニアの熊太郎っていう、これキャスティングのオリジナルカラーのスワンプなんですね。スワンプクローラー、あーこれはね、これとね、リンタロウってのがあるんですけど、リンタロウ熊太郎シリーズはね、ほんとよく釣れるんですよ。こうミミズみたいな色なんですけども、あ、書いてありますね、このキャスティングの別注カラーってことで、房総の、ダムの釣りではですね、結構欠かせないんですよね。まあ何にしろ安くていっぱい入っている、でカラーも結構豊富っていうことで、今年の2018年のテーマはですね、ちょっとネコリグちゃんとやろう、ネコリグを頑張って練習しようっていうのが、裏のテーマで今年はありますので、早速ね、これは頑張って使いたいと思います。はい、じゃあね、いよいよね、これジョイクロ福袋ですからね。3500円でジョイクロが入ってるということで、どうだ、おー、ジョイクロの148でしたね。178とかが入ってるのかなと思ったんですけども、148でした。うぐいカラーね、うぐいカラーのジョイクロが入っていて、で何気に自分この148ってサイズね、新品で持っていなかったんで、シーバスやっててね、拾ったボロボロのねやつ1個だけ持ってるんですけども、これはちょっと吊るしで、新品だとなかなか自分で買うってなると大きな方のサイズ、ついつい似たような値段だから取っちゃうんですけども、今年ねこれの弟分の、ちっちゃい、12センチ級のやつも控えてるみたいですからね。このまずは148を使って、練習を重ねていきたいな、なんていうか、まあこれ本当に釣れるサイズですよね。いろんなところで使えそうだなっていう感じなんで、結構これ3500円で手に入ったのは嬉しいな。タイプ15の SS っていう、重さの番手ですね。というわけでね、3500円福袋はこんな感じですね。でもこれマジで、なんだろう、実践型の使う本当に釣れるワームと、このジョイクロ、まあこの時点でね、もう5000円は超えてくるんじゃないかなっていうところに、このまあなんでしょうか、まああると便利ですよね。あるとまあいろいろ使えますんで、こういったケースがついてきて3500円ということで、結構、大盤振る舞いだったんじゃないかななんて思いますけどね。というわけで、本日の釣り子 TV は福袋開封でですね、3500円のジョインテッドクローが入ってるよ福袋を買ったら、こんな内容でしたという動画でございました。はい、釣り子 TV でした。